社会学的想像力はライト・ミルズの著作社会学的想像力で示された社会学の概念。社会学的想像力の定義は学者によっても一様ではない。一般的な定義としては、私的問題と公的問題を結びつける力というものがある。それに加えてミルズは、社会学的想像力を一つの観点から別の観点から移る能力としている。こうした主張から、 基本的な定義は視点を変える作用だと指摘する声もある。社会学的想像力はどのようにして身につくのか。社会学的想像力の付録、知的職人論の中で述べられている。これはミルズの知的な研究者を志す若者へのメッセージが書かれている。良き職人たれ。率直な知的職人の復権を図り、自らそのような職人たるべく努めよ。 自己自身に対し、また他者に対して、明瞭で簡潔な呪述を要求せよ。作業が必要とするならば、超歴史的な概念構成をあえて行い、歴史家的なさまつじをも極め尽くせ。全くの形式的理論を、様々なモデルを、可能な限りよく構成せよ。孤立した症状況のみをあれこれ研究するのは良くない。それらの症状況を組織づけている。 社会構造を探求せよ。世界史上にかつて現れ、現に存在している社会構造を十分に比較して理解することを狙え、研究にあたって規定している人間のイメージ、人間性に関する一般的観念に向かって常に目を開け、歴史のイメージ、歴史はいかにして作られるかに対しても同時に目を塞ぐな。歴史の諸問題、個人生活史の諸問題、 個人と歴史が触れ合う、社会構造の諸問題をめぐる君の見地を絶えず、鍛え直すようにせよ。個性の多様性と時代の変化の諸様式等を直視せよ。見るもの想像することを人間の多様性の研究の手がかりとして取り入れよ。君が古典的社会分析の伝統を受け継ぎ、かつ遂行していることを知るべきである。多くの私的な問題も、 単に個人的な問題として解決することはできず、公的な問題の枠組みの中で、歴史形成という問題文脈の中で理解しなければならぬことを知れ、ありがとうございます。